1ではバリモンスターパパパパーン。電子タバコを吸っているものだったら誰しも経験したことがありそうだと思うんですけど、もちろんですよ。アイコスとか、はい、そういうの吸ってる時に、まあ、その刺してるやつが折れちゃって、はい、まあ、取れなくなるという現象ね、はい、ね、まあ俺らがよく騒いでるの喫煙者の2人を見てると思うんだけど、なんか爪楊枝とか、はい、なんかなるべく細いもの使って、うん、取らなきゃいけないみたいな、いや、そういうことなんですよ。まあけどね、やっぱそういう問題を解決してくれるグッズが、はい、このアニメ出ました。さすがです。ヘルピックということですね。まあ、地獄のピック地獄のピックということなんですかね。地獄から出してくれる、なるほど、ね、ということなんですかね。わからないですけど、ヘルプとかって言っちゃわかんない。こっちか、ヘルピックか、まあ、今回こちらの提供いただきまして、お、ありがとうございます。なんとこちらの歌い文句がですね、ここにも書いてあるんですけど、折れたイルマスティック、はい、1秒で回収。素晴らしい、1秒で回収の横にこのスラッシュ2個ついてる。わぁ外からね、はい、そんくらいの1秒で回収ってことだよ。なんか言いたい。なんで今回はこちらの凄さを伝えたいんだけども、はい、いや、おい、ちょっと待ってくれと、はい、もっと早くいけるから。おー、あら、まあ、一秒切れば分かるけど、俺らもっと早く行けるから確かに。これをとりあえず一つのプレイヤーとしまして、僕ら5人で、まあ、おのおの早く取り出すもの、はい、考えてきました。はい、なんでそのトーナメントで戦っていきます。はい、で今回はあくまで、うん、速度での対決、速度の対決ね。でちょっとやっていこうかなと思ってます。なんでまあちょっと本気でやっていきましょう、はいはい、お願いします。それではやっていきましょう。はい、じゃあ早速トーナメントしていきますが、はいはい、こういう感じで並んでるんで、うん、じゃんけんして、はい、自分が入りたいとこ入る。バレました。いいんだ。番号選んでください。バレました。はい、最初グッじゃんけんぽい。じゃあ1かな。何言ってんすか。調整ここね、いきなりヘルピック戦うってことね。そうでしょう。ということで、はい、じゃあこのトーナメントに行くことになりました。はい、だから初戦はヘルピック VS トモヤってこと。いやー、いい戦いっすね、これも。もういいんだから、その一番のトーナメント。あ、だから、もうマジでそうそう、トモヤが終わり、ね、そう勝ったら、もう終わり、はい、もう終わってもいいぐらいだ、ほんとに。そうだよね、次期ヘルピックをただ決めるトーナメントになる。そうしよう。最初じゃあヘルピックの実力から見ていきましょう。はい、で一応今回いろんな折れ方あると思うんですけど、はい、まあ今回ヘルピックに合わせて、うん、ここだからまあいわゆるフィルターが残ってしまう状態ね。はいはい、なるほど。すべてこれ統一で行かせていただきます。はい、でこちら3種類ありますけど、はい、違うな、色っすね。まあこっちはなんか多分キーチェーンとかにつけとけるよってやつで、ね、めっちゃいいよ。白と黒とおそらく蛍光。うん、なるほど。でこれです。まあだからこちらね、サイズこんくらいです。まあ、親指くらいかな。いらないね。で、まあこれ使い方一応ありまして、はい、折れたイルマスティックの丸い穴に回収部分、うん、ここの部分にまあ刺すと、うん、そしたら入れて、まあ、回して引き抜くみたいな、すごいよ感じらしいみたいな。そのまま引き抜きでした。はい、そのまま引き抜きそのまま引き抜きでした。公式ルール発表しようかね。こっからスタートよ、ね、スタートで取れたところで止めるっていう。はい、いきます。あ、これ緊張すんなこれ。なんか俺じゃねえのよーい、スタート。はい、早っ。お、1秒41。1秒ガチで1秒、もう1秒だ。本当に1秒。本当に人間のあれだよ。本当すごい。人間の誤差。いや、すごいな。ちょっと今いける。スローでちょっと見てください。スローで。こっからですか。もっとつけときたいもの出るよね。確かに、確かに。ってことです。じゃあいいですか、早速。はい、まいりますね。なんだ、マジボコしてやろうぜ。あ、すごいやん。ノリも気になるし、スケートも気になるし。僕のヘルピックこちらです。どっちだ。でかっ、でかっ。マジ秒数だけ考えてるやん。お名前は。ヘルピックサポーテッドバイダイソン。あ、後ろにダイソンがついてんだ。はい、こちらどうやって取るんですか。まあ単純明快、吸引力の代表格といったらダイソン、はい、そちらの先っぽにサイズに合わせたストローを、はい、こうぶっ刺して、うん、あ、いいっすね。吸いながら取る。そう、あ、もう回収してくれるしね、そんで。そうですね、まあ、ここからなくなれば、まあそれは確かに取ったってことなんで。すごいや、はい、もうこれだけです。行きましょう。はい、取れたか分かんないから、見えないから、はい、取れたら、はいって言ってください。そこ止めますね。はい、じゃあ行きます。はい、よーい、スタート。やばい、標準が。はいって言ってよ。え、何だろう。はい、はい。え、あります。いや、よし。
意味わかんない。ちょっと待って、一回取れんのそれ。よこせヘルビック。この状況でもね。すごい。すげえ。いや、いや分かってるから。すげえ。そうなんだ。じゃ分かってる。すげえ、大阪桐蔭。強い。甲子園の時の。大阪桐蔭だ。強い。一旦勝ち上がりね、ヘルビック。はい、勝ち上がりです。だからもう決勝はトーナメント進出ってことで。はい。じゃあ続いて第2回戦パーティーモンスターというも一丁。はい。はい。はい。僕です。はい。まあ僕はですね、やっぱアイコスを吸ってるものとして、はい、やっぱこうなった時、うん、めちゃくちゃ憂鬱になるんですよ。そうですね。で、焦っちゃってどん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 奥に行っちゃったりする。あー確かにね、ボロボロになったりね。そうそう、これがやっぱ一番良くないというか、一番時間のかかってしまうことなんですよ、はい、でもそこを楽しめるようにしてしまえば、あーなるほどね、これがあるって思えて、はい、逆にすぐ取れるんじゃないかって。確かにヘルピックはね、うん、エンタメ性だよ。そうだよね。エンタメ性ただ取るだけだから。なんでまあ、今回遊び心を込めて、はい、こちらですね。ドローンの先端に爪楊枝をつけてですね、うん、使う田中トレオくんです。名前までしっかり。田中トレオくん、昭和みたいだね。これで飛ばすじゃないですか。トレオこれだっだって、はい、あ、そうそう、いいんですか。いなっちゃいました。だから飛ぶ必要あります。これ飛ばしてこうやって、ね、あいあい。今みたいに手じゃダメなんですよ。早すぎそう、今日。タイムでは勝てないんじゃないか。ええ、トモヤと全く一緒の絵になるんじゃないか。いやいやいや、みんな操作したいでしょ、こんなの。で、遊びたい。遊びたいでしょ、こんなの。本当に可能ならでかいよね。いや、そりゃそうです。で、やっぱこれ誰か持っといてもらう人、ちょっと一人。ええ、そうなの。二人必要なの。空中待機からスタートしたら。あ、空中待機からスタートしていいんですね。タイプ、はい、それも可能。あ、いいんですね。はい。一回待機して。行けますっていう時に、俺は用意したんで。わかりました、はい。あーもうこっち戻して。早く。何してる。何。一回見てきていいですか。いや、何をしてるの。あーちょっと羽がこうなってた。あ、これ、なるほどね。しまえるやつだったんですけど。そうなんや。こうなって、今しまえるやつ。開きってなかった。そう、開きってなかった。あーよかった。羽が、だからもう一回ですか。すいません。行きます。行きましょう。ゴー、ゴー、はい、スタート、スタート、いって、いや、さ、いって、ああ、また行っちゃったよ。なんで？ああ、怖い、怖い、怖い。なに？怖い。今普通に武器持ってる。武器持ってるドローンじゃん。怖い、怖い、怖い。おお。痛いじゃん。え？惜しかったね、でも。持ってる人危ない。思ってる5倍痛かったもんね。キュルルルみたいな瞬間。じゃあユウは勝ち上がりでいいっすか。はい、いやいや、無償ですか。寂しいよ、ユウマが今出すのが。だから今ユウはもう決勝行かせよ、そのまま。はい、行かせます。だって2回やらなくちゃいけないから。まあ確かに取れなかった時点でもう不戦勝です。不戦勝ですか。それでは第3回戦、はい、いきましょう。ではまず日から。まあ俺は吸わないんですけど、はい、まあどこにでもあるものでできた方がいいじゃん。ああ、それはありがたい。携帯しなくても、うん、なるほど、ね、ということで俺はこのガムテープと紐を使って。あ、いいですね、はい、じゃあ名前は付けとこうか。そうだね。スーパー遠心分離くん。スーパー遠心分離くん、謙遜な名前。これ測定1秒だけでいいから。あ、それ以上もやんないってこと。1秒で止めてもらって。あ、で俺もそこでやめるから。なるほどね。じゃあ逆に言えばもうあれ1分41秒だから、1秒41だから、もうその0コンマの世界で争うってことね。なるほどな。1秒はもう当たり前じゃん。ジャストで止めてもらっても。え、そう、失礼します。つけんの。失礼します。え、トモヤの新品のアイコス。新品？今のニュータイプの。なるべくね、そう、しっかり危なくないように。え、マジで？え、マジで？そういうこと？え、よーい、スタート。うわ、怖っ。うわ、来た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 。もう取れたってこと？え、行きます。めっちゃいる。もういって。もういい、もういい。すっごい。同じ時間だったもん。これは何？また勝ち上がりでいいの？これ。勝ち上がりでいいの？うん。じゃあ俺決勝ってこと？決勝。三、はい、人決勝で。ありがとうございます。決勝戦。まあちょっとあんまり決勝に行ったっていう資格がないんですけど、はい、大丈夫です。まあ改めて、はい、ヘルピック、はい、これ速度。あ、まあそうだね。これちょっと見とかないと。よーい、スタート。はい。うわっ。
開いた開いた開いた0.1 秒分かれたよ。8秒36。状況によってはその硬かったりもするわ。今硬かった、さっきそうだね。だからでもこういうのがあっても1秒で取れるんだよ。そうだな。まあでも順番通りユーマからいこうか。まあそうだね、これ的にはユーマ、まあ、現在決勝タイムが1秒36。ね、はい、じゃあ決勝、はい、ということで、はい、まあ、どんなん持ってきたのって話を、はい、うん、まさか取れないとこだけやめてね。え、ほんとそうね。僕が持ってきたこれですね。釣り道具ですね。ガチくせーお前。ガチくせー。釣りなんでここに返しがあるんですよ。おー、なるほど。いや、ヘルピックやんじゃん。これクッと。いや、ヘルピックやん、やってること。いやいや、でも釣り行った時に釣りながら釣りするじゃん、多分。で、あっってやった時にこれアクセサリーとしてもいけるんですよ。確かに、そのいや、危ない。危ないけど、ダサダサ、もうちょいかっこいいかと思ったらダサで、すぐいけるんで。あれに比べてやっぱこう抜かないといけないわけじゃん、なんか分かんないけど。ああ、まあそう、それがちょっとね、どうなんですかっていう話です。じゃあいきますよ。はい、よいスタート。はい、すごい、いけそう、いけそう、いけそう。あっ、あっ、あめっちゃダメだよ。あ、でもまだ続いてる時間。まだ続いてる。まあ一応取るまでなんで。あ、そっか。こうなったらもう大変ない。どうだった、大変ですよ。取るぞ。いつもの光景なんだよ。じゃあごめんなさい、もう一個用意してあるんで。髪の毛のピンで。何ですか、髪の毛のピン。なんで保険やるの。そんな無限にやったことある。ああ、ああ、ああ、本当にダメ。一生懸命寝りたいや、寒いわ。もしかしたら俺がこの使い方痛いのかもしれないんで、一応この海釣りっていう本もあるんで。いらないっすね。すいません、ちょっと折れちゃって。いやいや、多分負け。だから事実上、ヘルピックと俺の今一気に。そうや、最後ね。だから1秒36超えれんだよ。はい、そういう意味で。俺ガチなの持ってきたから。ガチなの。確かに一番つまらしてるもんね、あんたが。俺が一番しっかりな。一番。マジで、日本のトップ10に入ると思う。すごいやん。あ、折り数。うん。つまらせた。折り数ね。つまらせたっていう。なくし数折り数。俺、なくし数折り数。じゃあ行きます。はい。もういいか、このままここで行くけど。あ、そんな。え、それずっと見切れてた。こちらですね。工具すぎるって。電気電気。いや、そうやけど。逃げ専用ってこと。今回は、まあそれはヘルピック、もちろんその持ち運ぶ良さあるけど、今回の大会はあくまで秒数。家いた時はドリルっしょ。あの先の方にあの爪楊枝3つつけてます。で、これでまあ取りやすさを実現。だからこれ用意スタートで刺します。これ、マジネジの取り方。ぐるぐる回してて、そう、刺す。これいいよ。まあ一番期待はできるかもな、正直。確かに。まあ雰囲気で、やっぱヘルピックすごいって雰囲気しないとみたいな雰囲気で全部ぶち壊します。ああ、関係ないんで。関係ない。関係ないんで。じゃあ行こうかな。はい。はい。電源。電源電源厄介。あ、そう。もう不便や。行きます。はい。行きますよ。はい。よーい、スタート。刺すぞ、もう。開けないな、中でちょっと回しといたら。そうそうそう。おお、いや、詰まった。違うもんって。おい、もう、なんで、もう無理だって。それで抜くってこと。あ、そういうことで。これ、ひどい。おいおいおい、ヘルピックは。ヘルピックは。あ、全部。うーわ。痛いや。ヘルピックでしょ。いや、こう俺らがあれなんじゃない、ヘルピックがすごい。だってこんなもん、電気もドローンも掃除機もとかいろいろ使って、物理学も海も全部使った結果、勝てなかったんだね。そんなシンプルなものに勝てないね。確かに計算されてる。素晴らしいです。欲しい。まあなんでちょっと、まあ僕らは大惨敗でしたけども、はい、まあヘルピックの凄さが皆さんに伝わったならいいです。すごい、買うわ、普通に。いや、これは本当につけときたい。プレゼントにもいいかも、普通に。わかる。あ、これ普通に熱い。これ盲点だよ、結構熱い熱い。なんで皆さんちょっと気になった方はですね、あの概要欄にあの買えるとこ貼っときますんで、ぜひよろしければ買ってください。よろしくです。Super!